チョコモはデューム亀ですよということですね。今回なんですけど、皆さんお待たせしました。今シーズンの最強武器ランキングやっていこうかなと思ってます。でですね、もう最初に言っておくんですけども、なんとですね、MX9 1位から外れております。まあというような感じに、環境もね、まあ少しは変わってるけども、今回はもうトップ10ではなかったこのランキング外の武器も評価しているんですけども、よければね、亀さんそれは違うと思います。いや亀さん、その順位はもっと上なんじゃないかなみたいな感じのがあれば、ぜひぜひコメント欄でよろしくお願いします。それとですね、もう一つ、これからもこういったような最強武器ランキングなど、あと武器紹介動画、あと最新情報を豆知識上げていきますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価ボチッとよろしくお願いします。早速行きましょう。レッツゴー。ブチブチにするぞ。それでは第10位、DL933&ローカスです。カスタムはこんな感じですね。で、こいつの立ち位置としては、全然ですね、そのサーチャンデスルとかではですね、戦えるんですけども、やっぱりその MX9 とか、あと M13 とかっていうね、その近距離でめちゃめちゃ暴れる武器、やっぱりこう、レレレ環境っていうので、やっぱりその当てるのがね、すごく難しいんですよね。ゴキブリみたいに走り回るやつがいっぱいいるんでね。あと、それとですね、この前にも言ったんですけども、SKS とか、あとガリルとか、結構そのセミオットで強い武器が出たじゃないですか。やっぱりその影響もかなりですね、まあこの SR にとって大きいんじゃないかなと思ってます。それでは第9位なんですけども、ビゾンですね、おすすめのカスタムはこんな感じですね。でもやっぱりその、いろいろ考えた結果ですね、こいつはトップ10から外せないですね。もう全盛期からほとんどですね、やっぱりこの性能とか変わってないんで、でもですね、まあ全盛期から性能が変わってないので第9位なのみたいな感じの声があると思うんですけども、まあホルガーですね、あいつがいっちゃねえかよ。言うてさ、ビゾンがホルガーに勝ってるとこってどれぐらいあります？相談数に関しても、射程に関してもですね、まあ、レレレの速さは若干負け、いや、勝ってるかもしれないの、ホルガーの方がね。まあ、そう考えると、このビゾンにとってね、ホルガーの登場っていうのはすごく痛かったんじゃないでしょうか。それでは第8位なんですけども、SKS ですね、おすすめのアタッチメントはこちらとなっています。一応ですね、その SR、DL とかが、その、なんで10にね、落とされたかっていう理由は、こいつが一番でかいですね。現環境で考えたら、DL とかね、そんな SR 武器を使うんだったら、この SKS をね、使った方が全然ね、まあ、その、総合的には、強いんじゃないかなと思ってます。確かね、2日か3日ぐらい前にこいつを紹介したんですけども、俺さ、M13 を超えるって言ってるんですよね。それに関してですね、とある条件がありまして、まあ、マップによっちゃ超えます。あとですね、本当にエイム、このプレイヤースキルによるんで、まあ、その初心者とかはあんまり使えない。だから誰でも使えるというような感じの武器ではないんですけども、競技シーンとか、やっぱりそういう重さとかが、まあ、エイムがいい人が使ったら、すごくすごくですね、まあ、M13 よりその性能は超えてくる武器になってくるんじゃないかなと思ってます。それでは第7位なんですけども、999ですね。皆さんこれは納得なんじゃないかなと思ってます。最強アタッチメントはこんな感じとなっています。まあなんだかんだその MX9 が強い強い言われるんですけども、まあこいつに関してはね、その中距離がすごく安定するんで、まあ僕個人的にはですね、かなり使いやすい SMG の部類の一つなんじゃないかなと思ってます。まあ例えばその初心者が、カメさん僕 SMG を使いたいです、 COD モバイル始めたんですけども、どんな SMG を使ったらいいですかって言われたら、多分俺は999か RS か GKS ですね。まあこの3つを俺は、初心者にお勧めするんじゃないかなと思ってます。まあそれほどこの SMG としては、性能の高い武器ですね。それでは続いて第6位、 AK11 となっています。おすすめのアタッチメントこんな感じですね。で俺思ったのが、多分こいつってね、本当に猛者向けですね。現環境で使うんだったらね、一応こいつってその48発あって、連射速度も高くて、あとその安定性も高いんですけども、一つですね、威力がやっぱりその5はつけるということで、他の SMG とかね、あとアサルトライフルに劣ってくるっていうところがあるんで、しっかりこの初段全発当てないと、現環境なかなかね、そのアサルトライフル、他のその性能の高いアサルトライフルにも、勝てないんじゃないかなと思ってます。でもさっき言った通り、この連射速度がめちゃめちゃ速いんで、しっかりこの初段から当てればね、まあ現環境でそのアスバルとか、まあ強武器たちにも全然勝っていけるんじゃないかなと思ってます。はい、それは続いて第5位なんですけども、フェネックですね。おすすめのアタッチメントこんな感じとなっています。よくね、その視聴者でいるんですよ、カメさんね、俺フェネックの反動制御、まあリコイル制御めっちゃ嫌いなんですよ。そういう方は、オペレーターフォアグリップをつけてみてください。これをつけるだけですね、このリコイル制御とかこの安定性は変わってくるんじゃないかなと思ってます。でですね、俺が多分 MX9 とかを使うより、フェネックを使った方が多分強いですね。多分 MX3 より俺はフェネックを使った方がね、全然、まあ、キル数とかっていうのは多いんじゃないかなと思ってます。まあ、ここだけの話、まあ、俺だけね、カメさん一人のその意見を取り入れたランキングを作るんだったら、多分俺はフェネックを SMG1 位にします。それでは続いて第4位なんですけども、まあこいつは話せないでしょう。そう、アスバルですね。おすすめのカスタムはこんな感じですね。まあとりあえずこいつね、多分近距離で一番強いアサルトライフルって言ったらおそらくこいつですね。まあというのもそのプロゲーマーたちも言ってるんですけども、3発キル武器とか、あと、まあその下手なね、その4発キル武器とかより、全くね、その近距離はね、SMG 性能よりの、アサルトライフルとなっています。まあといってもね、その全然中距離もね、打ち合い強いですね。でもね、多分好き、こいつの弱点で言ったら、まあ連射速度も速い
いし、まあ、射程も普通にね、あの優秀、ダメージも優秀ということで、相談数ぐらいですね、各種マガジンつけてもその35発ということで、まあ、45発とか40発ぐらいになると、まあ、派遣武器とね、その全然争いに、入ってくる武器なんじゃないかなと思っています。それでは第3位なんですけども、これはね、やっぱりみんな多分予想できたでしょう。一応こいつの最強アタッチメントこんな感じとなっています。でも思ったんがさ、こいつの好きってありますか、まあ、AD 速度はさ、まあ、その機動性高いし、あとしかもこいつ LMG なんですよね。で、なぜかそのマガジンつけなかったら相談数100発になるっていう謎仕様。あと射程も長くてレレレもできる。あと固執性能もそんなに悪くない。まあ海外じゃめちゃめちゃ流行ってるし、まあ、当然日本でも流行ってるんですけども、世界一、まあ、そのコットモバイルでね、その一番伸びてる実況者アイファーグさんも最強武器ランキングとかでは、こいつを大体ね、1位にします。はい、皆さんお待たせです。 MX ナイス第2位っす。最強アタッチメントこんな感じ。あのね、もう最初に言っておくよ。俺ってさ、よくその MX9 とか、派遣武器とかにさ、死体ウッシュとかするじゃん。で、それってなんでかっていうと、やっぱちっちゃい子供ね、そのお金がなくてね、別にこれバカにしてるわけじゃないよ。ね、お金がなくて、その iPhone とかさ、まああんまり良くない回線でさ、よく言うんですよ。カメさん、俺もう MX9 のせいで全然勝てえ。もう俺このゲーム無理っす、もう。みたいな子がよくいるんですよ。あと女の子もそうっすね。ね、女の子とかちっちゃい子供たちが、ね、もう iPad でさ、なんかめちゃめちゃいい回線使って、もう MX9 で生きりまくる。そんな奴らに、そう、ランクマッチでひたすら狩られる俺はね、やっぱそんな絵面見たくないですよね。っていうのがあるんですけど、別にこれはね、もう評価上げとかじゃないですよ。その評価上げとかも今さ、なんかその姑息な手、ね、普段見ている人なら分かると思うんですけど、俺ってさ、敵に死ねかすボケとかね、怖いですね。そしてこれは、さあ、盲腸を引きずり出しておくです。殺人ミッキー。はよ、出てこいや、ボケどもが。汚いことやりまくるじゃないですか。もうそんなやつだが、なんかいきなりこんなしょうもないね、評価上げとかしないです。もうこれは俺がもうガチで思ってる。だからやっぱりその、おい亀お前試合すんなよって言われても、俺は MX9 とか、やっぱり環境をぶっ壊してるとかね、ちっちゃい子供たちが楽しめないような性能の武器に俺は試合します。でもまあそのシーズンが変更された時に、その武器修正も来たわけなんですけども、その時にその MX9 修正されなかったじゃないですか。なんですけどもね、俺がこの MX9 弱体化されるタイミングは多分ね、世界大会が終わったあたりですね。でこれなんでかっていうと、世界大会直前にもう環境ガラリと変えたら、おそらくね、やっぱりその世界大会に出てる選手たちも困ると思うんですよね。よし、じゃああと3日後に世界大会や。よし、俺今までこれまでのためにずっと MX9 練習してきて、でもいきなり運営さんが大会の直前にですね、あ、MX9 弱体化します、これからの派遣は PDW、 いや GKS が派遣ですってなったら、今まで世界大会のために練習してきたプロゲーマーたちは多分もう心折れると思うんですよね。なんでね、俺は多分世界大会が終わってちょっとしたら、環境変わると思います。多分MX9 環境はそこで終わるんじゃないかなと思ってます。それでは第1位なんですけども、これ結構皆さん納得できるんじゃないでしょうか。 M13 ですね。でもですね、 MX9 の方が強いよっていうコメントもあると思うんですけども、こいつね、近距離バチバチに強いし、弱点ありますか、連射速度はアサルトライフルの中で1位2位を争うレベルですし、相談数は60発にもできるし、射程もですね、まあまあ長いじゃないですか。でですね、俺一番許せないのが、この前のね、強化でさ、消音効果はマガジンにつくようになったじゃないですか。でですね、いやいや、でもカメさん、それは実銃をモデルにして、マガジンに消音効果をつけてるんですよっていうコメントもあったんですけども、いやいや、なんで最初からつけへんの、なんで最初からつけないですか。いや、実銃をモデルにしてるんだったら、そう、リリースした時にさ、普通つけるじゃん。なんでその1ヶ月後で、付け忘れてました、修正で付け足しいいっすかってなるの、それちょっとおかしくない。あと普通に強すぎるよね、マガジンに消音効果ってね。うん、実銃モデルにしててもこのモノシリックサプレッサーとかつけなくていいっていうね、こういうカスタムにするのは、まあ俺はちょっとうーんって思う。まあおそらくこれからは M13 と MX9 にね、溢れてくるんじゃないかなと思ってます。まあ多分狭いマップ MX9 で、まあ広いマップとか中距離マップは M13 がね、いっぱいいるんじゃないでしょうか。ブチブチにするぞ。ということで、最強武器ランキング恒例のこのランキング外の武器も紹介していこうかなと思っています。一番ですね、そのコメント欄でね、結構言われそうなやつを紹介していくんですけども、まず3発切る武器ですね。ASM10 とか、あと魔王とかですね、なんですけども、これはやっぱり MX9 がね、その登場したことによって、基本3発切る武器って ADS が遅いんですよね。なんで今の環境ね、こういう3発切る武器とかを使っても、正直言って ADS する前に SMG に狩られます。続いてなんですけども、LK24 ですね。一応ね、こいつその前シーズンと前々シーズン
ズンにその強化が来ててですね、俺何回も何回もこいつが最強になるんじゃないかみたいな感じのこと言ってて、その結局はですね、2シーズンで確か12個ぐらい、14個ぐらいのですね、この強化が来てるんですよ、合計でね。まあ十分強いと思うんですけども、まあ M13 とかね、あとアスバルの登場によってですね、まあ確かに強いんだけれども、まあランキングには乗らないかなと、というような感じの武器になってしまいました。でまあね、アサルトライフルの中で一番このランキングに入れようかと迷ったのが、K の 44 ですね、一応今シーズンですね、こいつ強化来ているんですけども、まあでもランキングに入れるレベルかっつったらそうじゃないですよ。わかります？あのね、ランキングトップ20までにするんだったら、まあ11位か12位ぐらいにね、食い込んでくる武器だとは思うんですけども、まだトップ10には入らないと、っていうような感じの性能ですね。まあでもアサルトライフルの評価で思うんが、だいたいこれとか使うんやったら、まあピースキーパーとか DRH とか、あと FR556 とか、あと CR ガリルもそうですね。だいたいここら辺のまあ性能がちょっとんーっていう、まあ強武器ぐらいにまあその位置する武器っていうのはほとんどね、M13 にやられます。多分ね、皆さん気になるこのソードフィッシュなんですけども、あの、こいつね、ぶっ壊れです。ぶっ壊れなんですけども、そういうぶっ壊れじゃなくて、現環境ですね、やっぱりこいつデメリット、メリットがめちゃめちゃでかいんで、出れるうちには対応できないですよ。なんで、まあ、出れる環境が終わったらこいつ化けるんじゃないかなと思ってます。普通にですね、やっぱりこの出れるには打ち勝てないんで、まあ、昔にもこの LMG 環境、S36 環境とか、あと SR 環境とかね、あと AK11 な環境とかあったんですけども、横移動、だからその全体的に機動性が遅い武器が流行ってる時の環境っていうのは、こいつ多分ね、相当化けると思います。でも今はちょっとね、 MX9 とかやっぱりその機動性が高い武器がいるんで、まあそれがちょっと厳しいかなっていうのが正直ありますね。でスナイパーライフルはとりあえず DL かこのローカス使っとけば間違いないかなと、というような感じですね。で一応 LMG なんですけども、今シーズン S36 と UL が来てるんですけども、まあなんだかんだ言ってホルガーですね。まあちょっと結構ハデスもですね、やっぱりその候補に入れたいところなんですけども、まあ LMG ナンバーワンっつったら圧倒的にホルガーですね。そしてね、SMG も正直言って評価しにくいですね。大体がやっぱりその MX9 とかに駆られてしまうんですけども、まあ C って言うんやったら RS、あと GKS、QXR ぐらいは、まあ確かにこの MX9 とかにはかなわないけれども、まあいい位置ですね。ランキングで言ったら14位とか15位とかに入ってくる、武器たちなんじゃないでしょうか。でまあ正直言ってショットガンの全ての評価はまあ微妙ですね。 R90 とか一応あるんですけど、まあ一応 MX9 のキルスがショットガンみたいなもんなんで、あいつが全てぶっ壊しますね。そしてマックスマンに関しては、まあ、SKS 一強ですね。これ SKS に関しては圧倒的にですね、この SR、はい、まあ、スナイパーライフルでいうその DL とかね、あとアークティックとか、やっぱりそういう武器たちより圧倒的に強いんで、まあ、競技シーンとかで言うと、こいつなかなか荒れてますね。まあ、強いって意味でね。ということで今回は最強武器ランキングになったんですけども、どうだったでしょうか。これからもですね、こういったような動画バンバン上げていきますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。